こんにちは。普通のサラリーマンです。増税の影響でいよいよ休みがなくなりました。本日は皆様にちょっとお伺いしたいんですけど、ミラー、防弦ミラーを装着されてる方、あ、まあ、こちらはマックスウィンさんのデジタルインナーミラーちょっと装着してるんですけど、あのー、こちら、デジタルインナーミラーの方を社外のものを取り付けたいという方から、まあ、コメントいただいたんですけど、 デジタルインナーミラーじゃないと、防 <laughs> 弦ミラー、およびと、セーフティーセンスついてる車両には、デジタルインナーミラーつけられませんって、ま、記載があったりするんですけど、あの、防弦ミラーを搭載してる車両で、社外の、こういったデジタルインナーミラー、もしくはドライブレコーダーなどつけてる方っていらっしゃいますでしょうかあの、 私の車両って、防御ミラーじゃないタイプのミラーだったので、まあ、取り外しして、まあ、付けただけの状態になるので、特に何ら問題なく取り付けはできたんですけど、あの、防御ミラー、配線があるはずなんですよね、このミラーの裏側に。で、まあ、30系で防御ミラーを搭載してる車両。もしそちらを外して、まあ、メーター内にエラーが出るか出ないか。まずそこが心配なのと、あとは、あのー、 ま、そこぐらいですかね。多分、取り付けステーとかは同じものを使ってるとは思うんですけど、まあ、そのあたり、あの、デジタルインナーミラー、社外のつけたよっていう、ま、ツアー者の方いらっしゃったらコメントください。それでは本日は、防弦ミラーつけてる方から、ちょっと情報いただきたいというお話でした。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。